王立航空協会の本部王立航空協会は、イギリスの航空技術に関する学術団体、協会である。1866年に、イギリス航空協会として設立された、世界最古の航空協会である。協会のフェローや会員には、それぞれ、フレイズ、クレイズのポストノミナルレターズが付される。1866年1月に、 イギリス航空協会の名前で設立された。初期のメンバー、設立メンバーには、気球で高度記録を作った、ジェームズ・グレーシャー、友人飛行に関する、先駆的な論文を書いた技術者、フランシス・ウェナム、第8代アーガイル公爵、ジョージ・キャンベル、ゴム動力の羽ばたき機の模型を作った、フレデリック・ブレアリーラがいた。 初年度65人の会員で発足した協会は3年目には106人まで会員を増やした。定期開放を出版し、1868年にはロンドンの水晶宮で大きな博覧会を開催し、ジョン・ストリング・フェローの蒸気機関で動く蜜葉の模型飛行機の公開飛行を行った。1870年から1871年には、 ウェナムとブラウニング最初の風洞製作のスポンサーとなった。1918年に名称を王立航空協会と改めた。1923年に協会誌のタイトルをエリノーティコル・ジャーナルからジャーナル・オブ・ザ・ロイヤル・エリノーティコル・ソサイティに改め、1927年に雑誌・インスティチューション・オブ・エリノーティコル・エンジニアズ・ジャーナルを統合した。 1940年に戦時の航空機産業の拡大のに貢献するために技術部門を設立し他の産業から航空機設計に参加する技術者に対する技術的なサポートを行った。この部門は1980年代にエンジニアリングサイエンシズデータユニットとして分離独立した王立航空協会ゴールドメダル、シルバーメダルなどを授与している。 王立航空協会ゴールドメダルは1909年に、ライト兄弟、1910年に、オクターブ・シャヌート、1950年に、ジェフリー・デ・ハビランドらが受賞している。以下の人物が会長を務めた。ありがとうございます。